群馬県道、福島県道1号沼田日野江又線は、群馬県沼田市から、福島県南会津郡日野江又村に至る県道である。本県道は、群馬県沼田市上野町から、小瀬国立公園を経由し、福島県南会津郡日野江又村、日内岳までを結ぶ主要地方道である。また唯一の群馬県と福島県を直接結ぶ道路である。 起点から蒲田交差点までの間は、国道120号と国道401号、蒲田交差点から大気水小屋付近までの間は、国道401号と重複するため、沼田市内では本県道の単独区間は存在しない。本県道は、尾瀬を縦断する区間が共用されているのに対し、国道401号は、未共用区間となっている。このため本県道は、 沼田市から重複してきた国道401号とは大気ヨ水小屋付近で離れる形となり、ここから伊北は単独区間となる。しかし、小瀬国立公園内にある大気ヨ水小屋前駐車場、一ノ瀬休軽所三平峠小瀬沼、沼山峠、お池駐車場は一般車が通行できない。このうち、一ノ瀬休軽所沼山峠は、 高山植物の保護のため木道となっており、歩行者のみが通行可能である。木道区間を挟む群馬県側の大気を水小屋、市の瀬急県所と福島県側の沼山峠、お池には、車道があるが、どちらも一般車は、通年通行禁止となっており、専用の有料バスが運行される。道の駅トンネル、沼田市、上野町交差点県道62号の起点でもある。方向が、 国道120号、国道401号、県道1号、方向が国道120号、国道401号、方向が県道62号、方向が市道である。お池にて東県道方面を見る。ありがとうございます。